はてな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 ってなった。元素。覚えゲーム。あ、見れないか。はい。はい。はい。ナイス。やった後見る癖つけた方がいいな。人の振り見て我が振り直せだけど、人の振り見て我が振り直せ、なんか微妙に文字違くない？人の振り見て、あれ合ってるか。ダウンロードしたいけど我慢。来ないんかい。おい、腰抜け。じゃあ弁当出すし。あ、早く誰かボタン入れて、早く誰かボタン入れて、早く誰かボタン入れて、早く早くボタン入れて、早く早く早くボタン入れて、早く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 、誰か誰かボタン、おまんさんボタンまで行って、おまんさん、やった、やった、サントス、サントスがベント入りました、サントス、あ、なんだ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 、おまんさんが見てるから、高田さんの方、デデンで20回くらい出しました、高田さん、キロ怒ってると思ってた、なんだこれ、せめて1キロ、せめて1キロ乗ってないのから報われない、ね、やばい、確かに、ちょっと正直にお話しすると、はい、うん、あのバイタルにナースが8人ぐらいいて、なんか最初にネロちゃんとでバイタルチキンレースしてたんで、どっちが先にあのバイタル切らすかを順番子でこうやってたら、そこになんか6人ぐらい集まってた、すごい塊がおったもん、もう手疲れたでしょ、高田、でもあそこに、あそこに2人がいるやん、ど、これ、どっちなんですか、これは。高田さん、高田さん、高田さん、おまとすから高田さん人がいっていう。いや、あー、OK です。そこにいなかったら僕隠しろってことでいいんですか、なんもわからんわ、こんな。え、おまおじさんは、私、弁当タスクが発生してるから、来る確定だよね。弁当タスク出して、そもそも、あんだけ長時間やったら、二人外で普通に俺殺すから、三藤さんは絶対にしろ。なるほど、なるほど。壊れました。壊れましたね、最後ネオちゃんが壊したから、ネオちゃんの負けでした。俺じゃない、ゲンさん、ネオちゃんじゃない、ゲンさん見えたっけ、そもそも。なんでゼロキルやねんと思ったら、赤木、赤、赤、なんだろう、ネロをまくど、その理論で言うとモンさんも白いよな、ネロ、あはい、石油のテーブルタスク右上、ケンさんはできないんでしょうか。
できないと思います。シェリフです。あーおあ、メイヤさんも引っ張りにいたと思ってるんですけど、あ、メイヤさんキッチン脇、キッチン脇だよね。うん、ね、武器庫を登ってきてるはず。右はねほぼ用事ないと思うんだよね。梅健さんをエンジンの給油に置いてきて、私が武器庫、キッチン、展望キッチンという移動で、キッチン、展望キッチンで畑底さんと会ってるから、まあ畑底さんも2キロ無理かな。あざす。隠しろってことですね。うん、基本隠しろでいいと思います。配電盤は最後左上がったと思う。ああ。あ、ね、貨物、貨物。一緒ですね。貨物何貨物か。いやいや。ドア閉まったんよ。エレキとバイタルのドアがね。それよりも前に抜けてるんやと思って。ああ抜けてるんじゃないですか。ああ、開けた記憶ないね。覚えげ、配電盤。これ、トヨタさんどこ行ったの？俺、武器庫でタスクして、その後、思い出したように上上がって、何あそこ。コミュダウンロード。またそこを視点違和感ない武器さん、武器庫上のタスクさっきやったよ、武器庫ぐらいまで、あ、そう、コックピット武器庫ぐらいまで一緒、うん、いや、ね、俺がコックピットからダウンロード終わって出るときに畑底がなんか引き返してきて米中入っていって、トータスさんがその時武器庫降りてってるから、うん、で俺がその後給油やってる時ゲンさんとすれ違っていて、武器庫上タスクだけやって込み入るんだったら畑底とすれ違いそうだけど、俺ね確認だけしてるんだ、その通信室でダウンロードしてるんじゃないんだ。そうそうそう、あ、そういうこと。あーでもね、結局キルクール上げたのはめちゃめちゃ序盤だから。そうっすよね。だから工藤さんに白っていうのはそう直近だったらっていう言い方になっちゃいますね。ああ、オッケーです。工藤さんが切ってから、うん、行くっていうのはできるとは思う。安藤さんはね、すいません、白が出ないわ。じゃ あ、 でも工藤が、まあ、私視点誰からも白は出せん。工藤が切ってから行ってる場合、多分俺ともう一回すれ違うと思うから大丈夫だと思うわ。本当に大丈夫ですかそれ。大丈夫でも全然2回以上違わないと。工藤さんに両方白が出るって感じになりますよね、それお前さん。そうなると、うん、俺は工藤両方とも白になると思う。いやでも畑底白いと思うんだよな。ケンちゃんって武器庫から入ってきてるんですよね。入ってきてますけど、僕のこと見えてました、キッチンのバーガータスクにいるの。いいえ、展望のアップロードの方見たのは覚えてるけど。いやー、やられたね、サントス。完全に夢見たかな。高さん途中から楽しかったでしょ、あれも。あ、いやもう、弁、うん。いろんなところいろんなとこ来たんだ。弁とかね、多分ね、20回ぐらい出てんした。20回くらいだ。でも私、あの間に4キルとか6キルとかされたらどうしようと思って。起きれーって思って、4キルぐらい起きてろーって思って、だから、こいつらボタンに行かせないために俺は出てをし続けると思った。そう、こっちゃこっちゃダメーって言いながら。ああ、ナイス。ナイス。まあ結局死んだ。直したんが俺。はい、見てます。ダメーって言って、結局ゲンさんに言っとくと、はい、ダメー、一番最初コックピットに僕と畑底で同時に入った時に、トータさんがハンドルやってて、で畑底もハンドルやって、僕がダウンロード、うん、で僕がダウンロード終わって出る時に畑底がなんかコミュエンジンコミュの方ちょっと引き返してきて、コミュ中へ入ってトータさんが武器を降りるのを見て、その直後給油やってる時にゲンさんが、いましたと。でゲンさんはそこで畑底まず見てない。はい。で畑底はゲンさんどこで畑底見たんだっけ？キッチン側？展望キッチンの？展望です。展望たちが入れば直した段階で畑底さんおられて、アップロードの方に行ったかな。畑底はどうやどのタイミングでバーガーやったんだじゃん。いや、その後梅健とすれ違って、うん、もう上あ下が下タスク閉まってキッチンバーガーやって、でバーガーやって展望で切った時にゲンさんとキッチン付近で合流して、あれだっけ、それってでもあれですよね、メイヤさんのキルの話ですよね。いや、なんかどうだろう、両白出ないかなと思って、俺がその後エンジン宿舎も行ってるし、コクピットも行ってるし、上からがメスケさんとか畑底さんとかに会う前にキルクラー上がってるので、そもそもだから私視点ではお二人には白が出さないです。その前に梅もも畑が3人で死に回るからっていう、うん、3人がかりで取れるんだったらありがたいけど3人で最初コックピットでは合ってる、うん、序盤だけどね、コクピットで合ってる。だから畑底は右まで、真ん中とか右まで行く時間はなさそうな感じはするけど、あとネロちゃんが発見したお肉の詳細もちょっと知りたくて、石油ですよね、石油、はい、の右上、テープダスクの右上、うん、
僕からも梅剣はサントスタの方は無理ですけど、メイヤさんが左だから、まあ、どこかできるはワンチャンあるかなとは思ってる。で多分キッチン周りって結構人が多かったと思っていて、そのキッチンから席に行くルートってあんまりないかなと。であれば、オマ、ネロ、クドはずっとガチャガチャタスクをやった人間で、俺が終わって最後、席見に行ったら死んでたなんで、あ、そうね、俺らからしたらそっちの人間がインポスターって感じです。いや、それはそう。気がするんだよな、だから俺。オマが初手の弁当の剣で白くなるんであれば、クドさんに白を出すんであれば、そっちで詰めてほしい。俺のセーフがあるけど、ね、今、私を殺さなかったのもめちゃめちゃ印象がいいです。私とマオさん2人っきりでコミの中いたんで。で直さずに切って直すことはできた。じゃあ、お前、白置きで進めたときにそっちに2人いますよ。俺を、うん、俺が入るけど、一応、うんうん。高田さんの頑張りむなしく、こっちはこっちで7人ぐらいで、ね、クソみてえな。俺ら以外が全員そっちに行ったんだ。遊んでたね。いや、違うんですよ。え、これ、違うの？6人いたから。あ、6人。じゃあ、梅木さんクルーだ。2人フリーだ。あ、そうなんだ。いなかった畑さこさん、畑さこがインポスターだった。梅木さんクルーなんだ。みんな人の死を願ってたんですけどね。あ、そうか、バイタル側もそうか。そう。誰か死んだら、ここで一緒だ、みたいな。そういうことか。逆によくあそこでインポスターいたのに手で起こさなかったの。確かに。おお、うわマジか。これは梅健さんできないわ。私が今ミーティングの下にいます。うん、見てる見てる。で、はしご含め今キルクル1秒残ってますんで、まあ、はしご3秒ぐらいと仮定して32秒。あー、うわ、これ旗ももか。そしたら、うん、もう海に。そう、おばんさんはできないと思って、うん、るので、まあ停電直してるし、今回もやし、まさかどこで切ったんだ、うん、サコが 100% 無理ですか、ゲンさん、ウメケンは。いや、あのボタンが ミーティング上で、かつどっちかの方がドンピシャでいるぐらいですね。しかも即売から無理やね。え、おまおじはゲンさんから白出るんだっけ。隠しろ、隠しろではないです。隠しろではないけど、なんかタカトスオマの時の下りで高田さん待っとだったら、 それこそおまおじが3切るかなと思うから、うんうん、コミサボなった日に私とおまじさん2人っきりの時に私を殺さずに素直に直されたっていうのが印象がいい。だがしかしアクションゲー、うーん、どっちがアクションゲー、どっちとやるかもんだよな。年より残したいから畑さこもするから。いいんですか、トータさん、イビールですよ。あーね、まあ、どっちがイビールかちょっと終わるまで我々してわかんない。いいんですか、そんなことしちゃって。うちもあの梅剣がいるんで、まあ、若い人からちょっと釣ってるか、これ、うん、ここは若い方から、若い方から、若い方から行きました。まあゲンさんもいるしね、まだね、やばい、うん、まだゲンさんいるし。若さで決める。オロリと衆やけど若いのか。これ果たしてどうバイタリティの自信だけあります。メイン一瞬飛んで切ったとか、お父さん、そう、よう切ったな。サコが席なんじゃないの、ちゃん。あの、梅剣と言ってたの、シュッて、あの、コミ入った時。コミの中で死んでんの？そう。いいの、あそこに。いいキルだな。あそこにいるんだ。マジか。頑張れさあ。おじさんのアクションゲー始まる。どうだ。おじさんアクション、ファイト。頑張れ。おじさん。まずは絵画鑑賞から。おじさん、ここ閉めちゃっていいのか。ね、絵画鑑賞。おじさん、おじさん、痛いね。あ、焼けんのかい。焼けんのかい、ニコも。あ、これでも、原作。お。ああ、まあね、とりあえずね。ボタンあるの？え？ボタンない、もしかして。お？ヤクターは？誰か見つけた？あ、コミュー、ああ、ワンチャン、そっちで切ってるんだったら、あるぞ。あ、でも扉開いちゃってるじゃん、ここ。え、ダメじゃん、これ。え、誰も切ってないのまだね。まだ切ってない。 あ、やばい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 、やば
いやもう終わりだよ。ナイス。素晴らしい。素晴らしいね。完全にゲンさんはあそこでキル作戦やったのに乗られてしまった。逃げます。よし、じゃあ行きますかね。はい。